ホタルイは、イグサに似た姿のカヤツリグサか,か細がてホタルイ族の植物である。類似種はいくつかある。湿地に生える普通種である。地下茎は、泥の表面で短く、横に生う。多数の茎を伸ばす。葉は、茎の基部の鞘となって、養身は全く出ない。茎はまっすぐに立ち、断面は円形。ただし滑らかではなく、やや大きめのミササギが並ぶので、 多角形になる。高さは20から60センチメートル、先端に2から3個のコボをつける。穂の下からは一つのツトが伸びるが、むしろ下形の延長のように見え、穂がその側面に出るといった方がわかりやすい形である。ツトの先端は細くなって尖る。コボは丸っこい卵型で、先端は尖る。輪ペンが螺旋状に重なって、小さな松傘のような姿をしている。 輪ペンを剥がすとその内側には花がある。花はメシベとオシベ、それに針状の付属物がある。この付属物は花碑に由来するものと考えられる。果実は熟すると黒褐色になり、トーラン形、断面はやや扁平な三角形。先端からはメシベの花中が出るが、果実が成熟する頃にはその基部から脱落する。花中の基部が幅広くなったりせず、 素直に果実につながる。この名はホタルイであろうことは間違いないようだが、その由来や意味は不明である。マキノはこの字を当て、由来不明とした上で、ホタルカゴに入れるとの説を紹介し、その上でさらに不明としている。サタケタはホタルの出るような場所に生育するから、とも言うが、定かではない。湿地や水田、それに川の周囲などにも生息している。 ホタルイに似た植物で、最もよく見かけるのが犬ホタルイである。ホタルイと同様に、様々な湿地にも見られるが、犬ホタルイは特に水田によく出現する。形態はよく似ていて、犬ホタルイの方がやや小型、こぼはより細長い傾向がある。一番の区別点は、ホタルイの中等が3つに分かれるのに対して、犬ホタルイのそれは2列であることである。ただし、 犬ホタルイのコボを解体すると、中東ガニのものと酸のものが混じっている。この両者を同種内の変種とみて、犬ホタルイはホタルイが水田雑草として適応した方ではないかとも言う、説もある。ヒメホタルイは池の周辺などに生育する小型種で、地下茎が横に這う点が大きく異なる。台湾山井はコボがやや細く尖ること、針状付属物が、 果実の2倍くらいと長いことが特徴であるが、ホタルイなどと混同されることが多い。他にもいくつか類似の種がある。ありがとうございます。